人斬り抜刀斎、神谷合心流。そこの男、廃刀令をないがしろにして刀を持ち歩くと、お前が噂の人斬り抜刀斎か。悪事も今日限りだ、観念なさい。ちょっと待つでござる。ダメだ、ごめんでござるよ。拙者は流浪に当てのない旅の剣客でござる。分かってくださったか。じゃあなぜそんなものを。これは酒場刀でござる。酒場刀？このように反りの腹側に見ねば、普通の刀と逆でござろう。それじゃ人は斬れないわね。でござろう。かたじけない。それよりあの人相書き、この半年くらいうちの流派を名乗って斬奸状を残していく。時代は変わったのに。